ジェームズ・クックは、イギリスの海洋調査船、18世紀の海洋探検家、ジェームズ・クックにちなんで命名されている。イギリスの自然環境研究評議会に所属し、同評議会が保有する、調査船 RRS ・チャールズ・ダーウィンの代替として、発注された。サウサンプトン海洋学センターによって運用され、海洋科学の多様な研究調査に従事する。建造は、 ノルウェーのフレカフヨードスリップマスキンファブリック A、S で、船体価格は4000万ポンド。2007年2月に、アン王女によって命名され、その翌月に収益した。熱帯から氷海まで幅広い運用海域を想定して設計されており、最大32名の科学者を乗せ、385トンの科学調査機材用ペイロードを有する。マルチビームサウンダ。 超音波、ドップラータ操流交流速計、反射法地震探査システムなどを装備し、採水器や海底土壌のサンプル収集器を隠し搭載、洋上の定点に止まる必要がある作業に対応するため GPS と連動した自動繊維保持装置を持つ。船内には科学調査の分野別に8つの研究室を持つほか、 コンテナ上の研究室を互換パンカに追加して搭載可能であり、公開ごとに柔軟な研究設備の変更が行える。潜水調査用の機材としては、遠隔操作無人探査機、ハイビス、イシス、マルチビームサウンダを搭載し6000メートルまで先行可能な自立型無人潜水機、オートサブ6000などを調査対象に応じて選択し、運用可能であり、それらの着水。 用集を行うクレーンを備えている。2010年1月、南極海の東スコシア海嶺において、深海の熱水噴出口に密集する新種のカニを発見し、ホフクラブと仮に命名した。2010年4月には、ケイマン海溝の深度5000メートルの海底で、従来観測されたうちで最も深い位置にある熱水噴出口を発見し、調査を行っている。 2011年1月19日、南極海のブランスフィールド海峡で熱水噴出口を調査するため着水させたイシスが、元船の左減スクリューと接触し大破する事故が起きた。同年6月に、無人潜水機の復旧予算が承認されたため、国立海洋楽センターにて再建が行われ、翌2012年8月には修復のなったイシスのテスト選考が行われた。 2015年10月から11月にかけて、統合国際深海掘削計画の科学調査に、イギリスの調査船として、初めて参加。大西洋中央海嶺アトランティス3海、ロストシティ周辺に、リモート操作の海底設置型ドリル2機を着底させ、深海の蛇紋岩化作用と強アルカリ感強化の微生物を研究する最長80メートルのコアサンプルを採取した。 ありがとうございます。